ご視聴ありがとうございます。パルトラです。今回ご紹介するのはネカアルティメット7インチアクションフィギュア、狼男アメリカンウェアウルフ、デビッド・ケスラーです。今回久しぶりにネカのねフィギュアを買ってみました。狼男アメリカンからウェアウルフ、デビッド・ケスラー、アルティメットの7インチアクションフィギュアですね。そしてこのね、狼男アメリカンっていう映画ですけれどもね、映画の内容というのはヨーロッパ旅行を計画した2人の若者が途中で狼に襲われるんですね。で、1人はねもう死んじゃって、でもう一人はね地元の人間に助けられて生き残るんですけどもね、この青年がやがて狼男に変死するんですけどもね、満月の夜になるとね。それまでの過程を非常にコミカルに明るい雰囲気でストーリー展開されていきます。その変身するシーンが非常にすごい迫力があって、当時はねみんな度肝を抜かれたと思いますね。今のようにこの CG がどん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 使われるような時代でもなかったのでね、よくあんな映像が撮れたなっていうね、そんな感じですね。この特殊メイクはディック・ベイカーという人がね担当してまして、なんとねアカデミー賞を受賞したんですね。ということでね、その大好きな映画の今回フィギュアですね、はい、もうね即予約しましたね。それでは少し細かく見ていきたいと思います。まずねこの体毛の表現ですね、これすごいと思います。この細かい造形、下の方に垂れ下がってる体毛の感じが、これがなかなかね見事です。こうして見るとね本当に一本ずつ分離してるんじゃないかと思うような、そんな錯覚を起こしますよね。はい、全体にねこんな感じで細かいね体毛の表現がされてます。爪のね塗装もなかなかいいですね。でまあこの口、恐ろしい口ですねこれね、ものすごくね生物感ありますねこれね、鋭い歯、いや本当にこの歯の色なんかもね本当にリアルですね。でこの下顎のあたりにちょっとねブルー系の塗装がされてますね。目のあたりもねちょっとブルーのね彩色されてます。でこの目ですよ、目、映画ではねよく顔のアップがちらほら出てきたんですけどね、確かにねこんな目でした。はい、劇中のイメージしっくりきますね。それでは少し可動の方を見てみたいと思いますね。はい、まず頭ですね、はい、頭はねすごく軽く回ります。うん、ここのね首のところとこう2つねパーツがありますので、はい、下もちゃんと向きますね。はい、うん、いいですね、上も向きます。まあ、さっきやりましたけど当然横はね結構自由に軽く曲がりますね。横はね少しだけ回る感じですね。前足ですね、はい、付け根はねそうですね、付け根はこのぐらい大きくは動かないですね。はい、こんなもんですね。肘のところも、うん、カチッカチッとね3段階ぐらい止まりますね。うん、こんな感じでね、はい、動きは悪くないですね。そしてこの部分の関節も曲がります。硬いなこれ。
あ、曲がりました、曲がりましたね。はい。ここも曲がりますし、この足先の部分ですね。ここもこんな風に曲がります。はい。はい。カチッとね、止まるところがありますね。ちょっと硬いですけど、このぐらいでないとね、ポーズが保持できないと思いますね。それからこの胴体のここにですね、分割線があります。ここも動きます。大きく動かないですね。少し前に気持ち動く感じですね。後ろもこんなもんですね。横から見ると、そうですね、ちょっと動きますけどね。はい、こんなもんですかね。はい。回転はちょっとしないですね。はい。足の動きですけどね。まず足先ですね。ここは稼働しますね。こんな感じ。このぐらいですかね。1、2。はい。2段階ぐらいで曲がりますね。はい。この関節ですね。これも、はい。2段階ぐらいでね。開く感じですね。この膝に当たる部分ですね。これはもうこれ以上前にはいかないですが、後ろの方にね、このように曲がりますね。うん。これも2段階か3段階止まるとこありますね。うん。2段階かな。はい。こんな感じで角度がつけられますね。パーツとしてはこの頭部の付け替えパーツですね。口を大きく開いた状態のものがついてます。うわ、すごい。いや、劇中のイメージそのまんまって感じですね。ネカはね、こういうフィギュアをね、どんどん出してくれるのでね、本当ありがたいですね。サイズ的にも造形的にも本当よくできてるなと思います。ということで今回はですね、ネカアルティメット7インチアクションフィギュア、狼男アメリカンよりウェアウルフデビッド・ケスラーでした。今回も最後までご視聴いただいてありがとうございました。それでは今回はこの辺で、バイバイ。